久しぶり。なんか暗い？え？ピーマンさん？はじめましてだよね、ピーマンさん。そんなことない？前も送ってくれた？名前変わってる？初めてじゃないっぽい、なんか。一番乗りだね、一星。いい子や。あ、ありがとう、猫も。なんか暗い気がする。ちょっと待ってな。あ、ちょっと明るくなった。2回目だね、だって。いやん、嬉しい、ありがとうございます。あ、きょうちゃん、おかえり、久しぶり。はせさんも久しぶり、ありがとう。今始めたとこです。今始めたところ、なんかさ、今充電してるんだけど。あ、あやかもありがとう。今充電してて、なんか立てらんないからさ、あのティッシュのね、上に置いてるんだけど、でもなんだか斜めってるよね、これね。斜めってるよね。まあ仕方ないでしょう。入りたかったよって。ほんまに思ってた？ライブお初でしたって。ライブ以外はある？ってこと？つかさこんばんは。どうやったろ？キッティさんかな。ハートミーありがとう。あ、スザクさん久しぶり、ありがとう、ありがとう。こんばんは。久しぶりにこの時間にした。あ、きょうちゃんもありがとう。ハートミー、ファンであったってマジ嬉しい。あ、キッティさん、キッティさんでいいのこれ、読み方、見方少々わかりませんが、こんばんは。ちょっと早く充電溜まってほしいんだよな、これじゃないと画面がこうな、横になってるからさ。あ、富士さんこんばんは、ありがとう。須崎さんもお久しぶり。よかったらぜひお暇な方いたらタップお願いします。ん？あ、リスキーさんもありがとう。ハートミー Thank you、 ありがとう。今日は1時間ぐらい、1時間ちょっとぐらいだらっと配信しようかなって感じなんですけど、お暇な方いたらぜひお付き合いください。私とお話ししてください。もうちょっと高いところに携帯置きたいんだけどさ。
音楽かけようとか思ったけど、ちょっとかけるのめんどくさい。これさ、自分で携帯使ってもいいのか。髪色いい感じ、本当？でもなんか色がさ、ちょっと抜けちゃったんだよね。よりこ、よりこさんって方がいるんですか。初めて聞いた。とりあえず喜んどこう。イエーイ。今一人です。ヒーローさん可愛いだって、ありがとう。フォローしてください。してくれんの逆に。ありがてー。フォローしたついでに話し相手になってください。ぜひ。ご飯食べたよ。あ、タッカーありがとう。ハートミーありがとう。トシパパさんありがとう、嬉しい。やったぜ。あ、シンゴちゃんやっほー、お久しぶり。芸能活動、まあ、芸能活動、まあ、事務所入ってないから芸能活動ではないけど、のびのびと暮らしております。あ、パパ、トシパパありがとう。バラ、ギョロリーもこんばんは。こんばんは。なんかここニキビできそう、痛い。僕がそばにいる君を笑わせるから。あ、クロリンありがとう。ハートミー Thank you。 あ、カカありがとう。やったぜ。変わらず美人だって嬉しい、ありがとう。なんか私知らなかったんだけどさ、なんもう昔アイドルやってた時に、その時とかはさ、やっぱ自分がどう見られてるとかってすごい、まあ、気になるから、まあ、いわゆるエゴサだよね、エゴサーチっていうの、まあ、してたからさ、あれなんだけども、別にやめてからそんなこともしなくなり、なんか別に自分のこと調べる必要がない、必要がないって言ったらあれだけど、なんかないからさ、あれだったけど、なんか周りの人から、なんかこの間のインスタの水着上げてたやつまとめられてたよって言われて見たら、まあ、まあ散々な言いようだったよね。猫ママさんありがとう。あ、竹虎、あ、竹虎さんじゃない、高虎さんありがとう、久しぶり。アンチ、もうアンチだよね。でもなんか昔とかはそれにダメージを受けてたけど、なんか別に、なんだろう、本当のことじゃないこと、本当のことを言わ、事実なことを言われて、それがアンチになってたら、めっちゃ落ち込むかもだけど、あ、ちゃんまいありがとう。全然なんか、事実無根な、本当になんかみんなが想像してるような、何も本当のことが書いてなかったから、なんか、何も別に特にダメージは受けず、なんか
すごい。やっぱ今なんかめっちゃ謎めいてるじゃないですか。何して働いてんだろうとかさ、何して稼いでんだろうみたいな。だからなんか 夜職をやってるんじゃないかとかさ、まあ、支援してくれる人がいるんじゃないかみたいな。いるわけねえだろでなんか、まあ、整形だのこう施してるみたいなね、体にしろ顔にしろやっちゃってるみたいな感じのこととかも書いてたけど、えマジ1ミリもなさすぎて、やってたら言うしだからすごいいろんな人がいる、なんか久しぶりに実感しました。あ確かにこうやって言われる世界にいたんだよなって思って、なんか懐かしく感じた。まあでもさ、辞めて事務所に入ってないとは言いつつ、まあ、配信したりとか、まあ、誘わ自分でイベント開催するってことはないけど、こうまださ、まあ、応援し、ひじが応援できるような活動をしてるわけじゃないからあれなんだけど、例えばなんかアイドルとか芸能活動してますとかっていう感じではないから応援してくれてる人がいるっていう言葉が合ってるのか合ってないのかちょっと分かんないんだけど、まあなんかイベント、例えば友達のクレーンとかが誘われてイベントにゲストで出演したりとかみたいな時があったりとかするからさ、あ琴音ありがとうだからまあなんか気になるものは気になるよなっていう感じだけどね。まあでも今生活してて自分の生活とかプライベートが公になったところで、別になんか自分がやばいみたいな、バレたらやばいみたいなことは何もしてないから、特になんか何もって感じでした、ね、あ、こうちゃんもありがとう。あ、そうそうそう、多分この配信ちょっとしたりとか、まあ SNS なんだろうな、まあなんで今なんでこんな話してるのかちょっとわかんないんだけど、まあでもSNS に全部さ、私そのマジで SNS めっちゃ苦手だから、あ、ゆうたありがとう、あ、こうちゃんもありがとう。私めっちゃ SNS 苦手なのね。だから昔そのアイドルやってた時でさえマジで生きてるか死んでるか分かんないぐらいのレベルでたまにポンポン上げるみたいな感じで、それがなおさらこう定期的に活動してなかったらさ、あまり上げないっていうか普段上げないのがより上げなくなっちゃって、あ、SPL さんありがとう、こんばんは。だからこうより何してるか謎やん多分でもなんか毎日頑張ってますみたいな、仕事バリバリしてますみたいな感じのあげる人もいるかもしれないけど、あ、ブーさんありがとう。私はなんかたまにどっか行ったことも全部あげてるわけじゃなくて、すごい写真あんま撮んないからやめてから、なんかめっちゃたまに撮ったやつとかあげてさ、すごい旅行行ってるやつみたいになってるけど別にそんなこともないし、なおさらなんか謎だよなって思うんだけど、自分でね、私一人で自分ちゃんとなんか生きていけるぐらいのなかったら今東京にいないと思います多分実家に帰ってる。だからなんかこうやって表に出てるような、まあライブ配信とかイベントとかそういうこと以外にも全然仕事してますよっていう、まあ、なんかその夜のお仕事とかはしてないんだけど普通に、うん、ゾウちゃん久しぶりゆうたありがとう、カレハナデさんありがとう、ハートミー。なんかすごいこんなことを言ったらさ、アンチに対して超真面目に弁解してるやつって思われちゃったかもしれないんだけど、まあでも人間ね、なんか全員に好かれる、
ただのさ、なんか友達の友達とかですらにさ、ですらこうなんか勘違いされたりとかすることってたまにあるじゃないですか。まあある人とない人いるかもしれないんだけど、すごい仲いい友達でさえ意見が食い違ったりすることがあるのに、会ったこともないかったりとかさ、まだ出会ったことがないその画面上の人たちと分かり合うなんてこと、100人って100人と分かり合うなんてことは絶対無理だよなって思うので、急に違う場所にそうなんだよね。でもほぼ全然都内にいるけどね、たまにあげるだけだよ。インスタやってます、谷川ひじりって入れたら出てくるよ。完全に無料でしょ。だからでも私は今昔と違って事務所にも入ってないし、すごいフリーでこうやりたい時にさ配信したり何かしたりとかさ、イベントたまにしてみたりとかってしてるだけでこんぐらいだからさ、こう常に注目されたりとか、そういうみんなに見られてる職業っていうのはやっぱ大変だよなって思いますね。旅行は一人での、いや旅行は私一人では行かない、全然友達とかと行きますよ。若干口悪いの行こうか思ってる。口悪い、ごめんね。今全然フリーです。何かありますか？全然何もないよ。さっきなんかそういうコメントがあったから、今何し、でもよくさ今何してるのとか今仕事何してるのって絶対配信の中で最低5回ぐらいは聞かれるからさ、でも出る釘は打たれるっていうから、この今のちょっとした弁解じゃないけど説明ですらね、強がってるだのなんだのって言われる可能性があるから、ちょっとこれはなんかライブ配信に来てくださる方とか、こんなに自分の思うがままに配信してるのでも来てくれて応援してくれたり DM してくれたりする方との内緒話ってことにしておいてください。みんなでお願いします。デコさんよろしく、フォローもありがとうございます。手の技、そう手そうぶつけちゃったんだよね、私の方が悪いよって。あ、旦那おかえり、旦那おかえり、おかえり、あライブボール買えよ。わ、誰だろう、ブランクさん、ハートミーありがとうございます。待って、クロちゃんがローザ3つも投げてくれてた、これ変えようと思ったけど投げてくれてるから、チームメイトの時から押してましたって、嬉しい、ありがとう。あ、旦那ありがとう、バラ、今投げちゃった、全然このままにしとく、ありがとうクロちゃん。あ、あやかもありがとう、ありがとう。あ、やば、あやかいっぱいありがとう。あ、ブランクさんありがとう。いいの？え？ブランクさん？マジ？ありがとうブランクさん。ミスターの DM はね、あんま返して、基本返してないんだけど、すごい長くから応援してくださってたりとか、毎日 DM 送ってくださる方とかが、なんかお誕生日だったりとか、なんかこうお祝い事があったりとかした時とかは、なんかいつものお礼を込めて返信っていうか、まあなんかスタンプ送ったりはしてるけど、基本なんか DM でやり取りするっていうことはないかな。
あ、たーくんありがとう。ずっと顔いいよね、だってありがとう。あ、クロリンありがとう。あ、すごい 50% になった、ありがとう。来年の誕生日楽しみにしとこうだって。ぜひぜひ、今日誕生日だよって送って。ブランクさんやばい、ありがとう。ブランクさんめっちゃなんかクロちゃんと一緒にローザすごい投げてくれるんだけど。やー、ローザ達成した、ありがとう、嬉しい。タークもありがとう、優しい、すごすぎる、ありがとう。クロリンとブランクさん二人で達成してくれた。あ、ターン君ハートミありがとう。友達はそのまとめ言わなくてもよくない。あ、でもなんか超ノリでですよ、さすがになんかでもそんな会ったことない子とかが言うわけではないけど、なんかノリで、でも私も全然なんかそのお互いいじりとかはあるから、なんか、え、まとめられたくないとかって言われた。え、みたいな、マジでとか見た。でもそれぐらいも言える関係だから大丈夫だよ。え、ライブゴール 80% 達成したって、えぐ。前に来た時、前に来た時は何でしましたって言っても笑ってくれたんでまた来ました。え、何の話題だっけ。ああれかな。ランナーありがとう。マジ？嬉しい、ありがとう。たーくんと旦那で永遠のバラを達成してくれた。でもちょっと残りのさ、このこないだもそうだったね、このローザのやつがさ、特大ギフトなんだよね。あの話題で知ってますって答えました。え、あの話題ってあの話題ですか？え、あのコメントに今書いてほしい。あの話題ってうちの持ってるあの話題でいいのかな、わかんないけど。たーくん、いつもありがとうって、こちらこそありがとうだよ、ありがとう。度胸ある方、なんかでも年々度胸っていうか、なんだろう、なんかメンタルは、ああ。そんな話さらっとした気がする。度胸ある、あるんじゃ、あると思う、多分。あ、りょうくんありがとう。怒るのかなって思って。怒らないでしょ、怒らないよ。たくさんお尻投げちゃった。なんで？お尻には投げて妻には投げてくれないってどういう話？ちょっと離婚案件なんですけど。そろそろ、あ、そうだ、7月の6日土曜日開けといてください。ちょっとまだ詳細出てないんだけど、イベントに誘われて、ちょっとまだあれなんだけど、夕方ぐらいなんだけど、会えるイベントあるのでぜひ。アイドルになった理由、アイドルになった理由は、でももともとチェキ取れるよ。もともとはなんか
すごく、そんなこと言ったらあれかもしれないんだけど、すごくなんだろう、 AKB がとっても、まあ、好きだったんですけど、あっちゃん推しだったんですけど、なんだろう、もうアイドルが大好きで AKB とかアイドルに憧れてて入りたかったみたいな感じの理由ではあまりなくて、まあ、芸能界に入りたいみたいな、そういう芸能界に憧れがあって、で、まあ、私は秋田出身で、その時まだ中学生とか小学生ぐらいでまあ言ってたんですけど、まあ田舎のさ、ど田舎の女の子が別に芸能界入りたいって言っても、まあ、なれるもんじゃないじゃないですか。もしなるとしたら、例えば東京に行ってオーディションして、ここに行ってオーディションして、多分なんかそこもめっちゃ不満なんだと思う。私に来るアンチじゃないけど、そういうところって多分そう、元何々を使わなみたいな感じだと思うんだけど、そう、でも私一回も使ったことないんだよね一回も使ったことないの。だからライブとかでもあんまり何も言わなくて、聞かれたりとかしたら答えるぐらいだからあれなんだけど、別にそのね、元々の経歴が嫌いとかではないんだけど、焼けた？だって、いや焼けてないと思う、多分光じゃないかな。あ、でも焼けたかも、日焼け止めあんま塗ってないから。ここは東京都内ですよ。レオめっちゃ久しぶりだよね。めっちゃっていうかそんなでもない、美人アイドルだって。いやでもアイドルではないだろ、もうこのタトゥーギャル女はタトゥーギャル女はもうアイドルではないんだけど、まあ、楽しく活動してます。活動というよりか趣味っていうか、なんていうかって感じなんだけど、あ、イベントの場所は都内です。秋葉原かな。アスさん、ほらありがとう。あ、先生お疲れ。携帯置きたいんだよな。こんにちは。こんばんは。ちょっと待ってね、すぐ戻ってくるからみんな待って。じゅんまろさん、ハートミーありがとう。やった、ハートミーもらっちゃったぜ。なんかすごい頭にカナがいる頭にカナが宿ってる、今ずっと流れてる。お洋服はこれどこのか分かんない
何も参考にならない。ちょっと分かんないとか。マジでそういうインフルエンサー系向いてないなって自分でも思う。運動会の競技で好きなの？あ、でもこう見えて、いや、こう見えてってみんなにどう見えてるか分かんないんだけど、めっちゃあのリレーの選手とかに選ばれてましたよ。私昔部活でさ、あれでした、陸上部だったの。陸上部で 200m の選手だったんですよ。意外？意外じゃない？意外とストイックだったんだ。あれ？普通全国共通なのかな？小4から部活が始まる、小3から部活が始まるって全国共通？違う？あ、ちょっとコラボし、はじめまして。はじめまして、メモと申します。はい、お願いします。お願いします。ヤマリンさん。はい、ヤマリンです。お願いします。ヤマリンさん、はい、バトルいいですかね。はい、お願いします。ありがとうございます。じゃあちょっと送ります。はい、りょうくん早いって。りょうくんありがとう。りょうくんありがとう。あ、始まった。タップからお願いします。あ、タカさんハートにありがとう。おりっとちなにえちむともだちありがとう。タップからお願いします。お、早い、ありがとう。まさふみありがとう。ひろくんありがとう。ひなちゃんありがとう。ケンシロウくんありがとう。なつきありがとう。ナイスナイスナイス。まずタップからタップから。ケンシ来てくれた、ありがとう。タップ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 。今日1時間。なんでやねん、なんでやねん。ありがとう。ふみんなんでやねん。ナイス。こんにちは。忙しい。わーい。たーくんありがとう。リス、優しい。シェアナイスやね。シェアナイスやね。え、エヌタもやってくれたかな、タップ。タカさんありがとう、タップ。ケンシロウさんもありがとう。シュウくんもありがとう。タップナイチュウ、ありがとう。ブリーチさんお帰りなさい。ブリーチさんお帰りなさい。やばい、押されてる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 。早速押されてる。文字が揺れてるだって、えぐい、それは。感じ。助けて、ペン。55秒。大丈夫、大丈夫。まだゆっくりやろう。はい、タックン、ありがとう、いっぱい。優しい、そんな。一番最初からいっぱいしてくれて。ブリーチ、はじめましてじゃないね、ブリーチ。昼ぶりやね。で、ブリーチ見て、あの、サブスクの名前変えれた。メモメモに。お願いします。うん、初めての方も。フローリーいいね。一番最後教えてくれてね、あのね、サブスクの名前変えれたね。やったー。お願いします。そうそうなの、ほんとなの、そうかもしれないもん。タンプタンプ写真も。じゃあ、タンプタンプ。エロガッパーン、なんでやねん、ありがとう。なんでやねん、ありがとう。エロガッパーン、ありがとう、ありがとう。何したらいいの？エロって言ってるんやね。ちょっと。エロってあの、名前にいけるんやね、TikTok。ありがとう、ハリセン。なんでハリセン。でもあんまり全然無理せずで大丈夫ですよ。ありがとう。あと3分、あと3分。ちょっと意外と長いんですよね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。よかったら。2倍コンプみたいなないんかな。明日なくなる。あー、オッケーオッケーオッケー。ブリーチさんありがとう。確かに確かに。キーあるもんね。何したらいい？ケンシロウくんタップしてくれた。なんかね、あの画面をね、10回タップしたら3ポイント入るけん。10回タップしたし。りょうくん、チームブレスレットナイチュー。ありがとう。シュウくん、バラありがとう。バラナイチュー。ナイフォー言ってね、ありがとう。ナイフォーしてくれた。ケンシロウくんもありがとうね。ケンシロウくんもありがとう。ひらりありがとう。二倍だった、今回。来た来た来た。二倍らしいよ、みんな。またか。130だって。ギフトポイント。130ポイント、130ポイントいける人いるかな。ふうみありがとう、バラありがとう、ヒロありがとう、カラッチタンありがとう、バラ、バラ、ありがとう、ナイス。おー、タカさんありがとう、ナイス。私は猫やけど。ありがとう。穴が開いてるから0キロカロリー、ナイス。0キロカロリーをありがとう。ナイス夜食。ブリーチーありがとう。ワン、犬のクッキーありがとう。猫やけどありがとう。おだまりたんもありがとうね。ブリーチレベル11、ナイス。おめでとう。犬のクッキーもありがとうね。犬のクッキーもありがとう。
まだ。逃げない。逃げないのが大切。逃げないのが大切。マーズハミターン。よからぬところからキュンです。ありがとう。よからぬところからキュンです。いただきました。シュウくんバラありがとう。ヒロバラありがとう。バラないし、バラないし。バラも強いよ。バラも強いよ。ありがとうね。みんなもありがとう。もうみんなタップはしてくれたかな。タップはしてくれたかな。バックグラウンド再生してる人もタイプしてくれたら嬉しい。ヨーくん、ありがとう。チームブレスレット大中。ヨーくん、ありがとう。ポイント。頑張ろう。残り4秒。ありがとう。おー、えぇ、ありがとう。むせた。ありがとう。びっくりして、むせた。じゃあ読みます。1位タオくん、ありがとう。最後いっぱいごめんね、負けちゃったけど。クロリンもありがとう。ブランクさんも最後ありがとう。皆さんもタップありがとうございました。ミュート消します。みんなありがとう。ありがとう。ナーツピー、ありがとう。もうありがとう、本当に。ブリーチタン、ありがとう。フーミン、ありがとう。カラッチタン、ありがとう。マンサフミ、ありがとう。ヒロ、ありがとう。おだまりさん、ありがとう。シーユ、ありがとう。エロガッパ、ナイス。ありがとう。エロガッパもありがとう。え、てか、今回はあれなんや。何もゲットしてないんや。ひどいね。来ない時もあるんだね。アイテムね。グローブとかね。もらえない時もあるんだね。じゃあ、ミュート解除したいと思います。ミュート解除しました。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ヤマリンさんとヤマリンさんのリスナーさん、ありがとうございます。皆さんと皆さんもありがとうございました。よかったらコラボさせていただいてもいいですか。させていただきます。すいません。まずフォローさせていただきます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼します。負けちゃったよ。負けちゃった。でもマジで、クロリン、ブランクさん、ターくん、マジたくさんありがとう。負けちゃって悔しいけど。でもまあ、初めての、マジで初めての方だった。メモちゃんさん、初コラボ。嬉しい。初コラボできました。あ、クロリン、ありがとう。エロガッパしか見えない。うちも、ちょうどさ、ミュート解除したときにさ、その名前やったから、うちも頭に残ってるわ、今。ねえ、旦那戻ってくるの遅い。どこ行ってたの？浮気だ、浮気。浮気だぜ。浮気をされてる。てか、今さ、頭の中でさ、最近 TikTok で流行ってるやつ、ギリギリギリハッピーってやって知ってる？その歌と、あとドラえもんのあれ、虹を包んで空とリボン、君の笑顔へ贈り物よってやつがめっちゃ流れてる。浮気されたの？だってされてないよ。現実ではされてないよ。大丈夫だよ。
何時までしようかな、めっちゃ迷ってる。でもまだ1時間経ってないんだね。足の裏ですさん、彼氏さんかっこいいよね。だって彼氏なんていないですよ。いそういないですよっていうのもおかしいか。いるかどうかはあなた次第信じるかはあなた次第。浮気されたらどうする、浮気はねどうだろうな、まあ時と場合によりますね。でも全くゼロで浮気しないっていうのって可能なのかな。そんなことないなって思うんだけど、見たことありますないですないです。浮気ってどこから、浮気どこからなんだろうね。でも私が自分が相手に対して浮気をするっていう定義でいくのであれば、相手に言えないことっていうか、相手に少しでも後ろめたい気持ちがあったら、まあ、なんか浮気まで言っていいのか分かんないけど、まあ悪いことしてるなって気分になるから、自分の線引きはそこが浮気かなって思う。まあ、自分の価値観を相手とそのすり合わせるかどうかはまあ別の話なんだけど、二人でご飯とかも、まあでも別に言ってくれたら何でも OK って感じですね。じいちゃん実際会った時怖かったでしたって。ね、誰なの本当に誰なの。でも私めっちゃ確かにこの方が実際会ったことがあるのかないのか、ちょっと私名前がちょっと裏垢の名前みたいな感じだけど、分かんないんだけど、その中ではないんだけど、マジ第一印象めっちゃ悪いんだよね私でもよくなさそうでしょ第一印象。これでさあんま喋んないんだよ人見知りなのね私、まあ、人見知りっていう言葉で片付けていいのか分かんないんだけどさ、そうなんだけど、ほぼ喋らないから、確かにマジ本当に実際会ったことがあって、マジ怖かったらごめんなさいマジ怖かったらごめんなさいなんだけど、本当に怖くしようとか、殺気を漂わせてるとか、目に映る人みんな敵みたいな感情はマジ一切なくて、本当にみんなと仲良くしたい感じの広報運動家なので、ぜひ彼氏いるってことはているかいないかはね、別に私多分いる時もいないって言うし、いない時もいないって言うし多分そんな言わん、なんかそれはもうみんなのご想像にお任せします。二の腕休んでどうやって、いやでも私も一時期多分夏前春ぐらいの時に結構激痩せして、でも本当になんか食べる量ががっつり減っちゃったから、それで二の腕も痩せたけど、そうじゃなかったら全然二の腕とか太ももからめっちゃ太る。あと顔のフェイスラインとかも全然違うし。なのでギャップでしたって。マジブランクさんさ、うちのどんなところでも受け入れてくれるタイプのいい男でしょ、もしかしてだけど優しい。なんかつきあったら長い、どうだろうね。でも好きになったら長いかな、あんまり好きにならないんですよね人のこと。まあ、友達とかだと全然なるんだけど、髪長、そうでも髪はねもうずっと伸ばしてるんだけどさ、でももうちょっと伸ばしたいんだよね。抱かれて折れない人が好きなだけですって
確かにそれは折れないか。なんか多分身内とか、本当に仲いい子とかに、仲いい子とか自分がこう信頼してる子とかに裏切られたりとか、なんか裏で悪口とか、なんか自分のことをあんま良くない感じに言ってたみたいな言われたら、まあちょっとや折れるかもしんないけど、直でつながってない第三者の方とかから言われてたりとか、顔見知りとかだけだったら全然何も思わないかもしれない。太り始めると V ヒジャンと一緒すぎて運命感じてるね。でもさ、太り始めた時に肉がつきやすいところってマジで痩せにくくて、なんでつく時は一瞬なのに減る時はこんなに減らないんだろうって悲しくなりますね。でも恋愛もそうですよね。今超恋愛の話してたからあれだけどさ、好きになるのって意外とこう一瞬だったりとかタイミングだったりするけど、忘れるのってめっちゃ時間かかりませんか。海派山派、海タイプは、そうだな、でも愛情表現がちゃんとしてる人がいいかな。私もなんか結構普段の日常生活とかだとめっちゃ私八方美人だから友達、めっちゃ仲いい友達とかには、ひじは八方美人じゃ足りなくて16方美人ぐらいあるよって言われるぐらい、まあなんかある程度の見栄えとかは気にするぐらいなんだけど、だから本当になんか心を許した人っていうのは、友達にしろ、例えばまあそれがまあ恋愛的な部分にしろ、めっちゃ口も悪くなっちゃうのね、すごくすごい口も悪くなるし、もう思った時の感情とかをこうぶつけ、その分ぶつけちゃうところがあるから、まあ嫌だなって思ったとこは言っちゃうし、本当に例えばもうこの人と友達にしろ、友達だともう本当に大好きとか、本当にうちの友達はマジで何とかしかいないとか言っちゃうぐらいだから、例えばそれが恋愛になったとしてもめっちゃ言うから、自分が愛情表現をする分相手にもしてほしいかなってところはあるかな。お仕事行ってきましたってブランクさん、マジ？この時間夜勤ってこと？この前のイベントの時スタイリストで、ああ覚えてるよ、うちなんか一日一食とかにしてますって言った時やんな。いいことだね。でもみんなわかんないけど、まあ私まだ全然恋愛経験とかも少ないって感じがみんなからしたらするかもしれないけど、付き合う時ってさ、別れることを想像して付き合わないじゃん、大好きだって思って。その人と最後まで結婚したりとか、将来とか未来を想像して付き合うから、てかなんなら家族よりも長く一緒にいるなって思うから、そこで最初めっちゃ作って、自分のこう完成形を見せてたら、次からボロを見せるとき怖いなって思っちゃうんだ。王子だねえ、王子久しぶり、元気だった？うち何回か配信してたんだけどさ、王子忙しいんかなと思って久しぶり。今彼氏とこの前別れ話になるぐらいの大喧嘩したわ、だって。まあでもね、喧嘩がね何回か、逆になんかさ、長く最初の頃めっちゃ仲良し良しで2年とか3年経ってめっちゃ大喧嘩して別れるようだったら、最初のうちに喧嘩して、まあ、めっちゃ綺麗事かもしんないけど、あこの人ってこういう人なんだとか、悪いところ見えて、悪いところ見えた時点でそれでもその人と一緒にいたいなって思えるか思えないかでめっちゃ判断してるから、ひじは
まあ、それでも、まあ、好きだなとか、まあ、それでもまあそんぐらいなら許せるなとかっていうので一緒にいるかいないかあれかな考えるかな。ねえ王子久しぶり、最近忙しかったの？忙しかったんだよね絶対。忙しかったんだよね絶対に。他人で、ねえでも家族ですら本当になんか確かにね3ヶ月だけで非常に大好きな分からないんだよね依存なのか。でもまあ付き合う時間が長ければなるほどまあ、依存とかその人の存在自体その人自身というよりかその人存在にこうね気持ちなんだろう依存今依存だねしちゃってる部分もあるんだろうなと思うんだけど言いたいことかなり言ったいやあんま言わないね多分超俗に言うめんどくさい女の子タイプだと思う。仲良くなったりとか、まあ、何年単位で長く一緒にいる場合はめっちゃ言うけど「え？」みたいな「どういうこと？」とか言うけど最初のうちとかはまあほぼ何も言わないです。相手のこと超観察します。こういう時こうなんだなとか。ねえ旦那ここでなんかナンパしないでもらっていい？あてかそうだみんながさ頑張ってこのライブゴール25もあと1個あと1個だけだからもし紳士がいたらお願いします。あ髪の毛染めたよね。なんでさ敬語で言ってくるの？急になんかそんな他人の感じ出さないでよ。新しい推しができたんでしょ。この間よりもなんかレベルが上がってるギフトの。なあちゃんとのやりとり見てるからわかる。だってバレた。何色？いやでもなんかバレイヤージュっていう感じのなんかハイライトが入ってそうだ入ってないみたいな感じのにしたんだけど結構もうなんか色落ちしちゃってこんな色になっちゃいました。気づいたらこんな色になってました。今明日そうですねお昼から仕事があります。でもいつもよりちょっと遅いからゆっくり配信してるんだけど。海外にいるんだ。マジでさ王子さひじが配信してる時に東京の都内にいることの方がマジ少ない気がするんだけど本当に大変だね。最近ひじの話してるんだけどミクにメッセージ欲しい。だってえそんな普通の生活の中でうちの話してくれることあんの？優しい。じゃあ7月6日遊びに来てね。イベントする予定があるよ。7月6日だよ。待ってるよ。アミカと2人で来てね。あそうなの。まだ詳細出てないんだけど日程と時間だけ昨日ぐらいになって決まってこれからなんか詳細決めるんだけど。王子も会いたい。でも怖いな。なんか配信でさこの画面でさこれも加工もしてるしさ実際会ったら思ったより可愛くなかったって思われるのはずいんだけど。ガチだよこれ。ガチの話。なあちゃんはね、なあちゃんはね、違う、なあちゃんは来ないんだけど、さやっても可愛いだって、あやか優しい、嬉しい、あやか、配信つけたとこからずっといてくれてる、さやっても美人ですよって、すごいなんか、昔からのみんながみんなして、うちの PR してくれてる、あ、テティありがとう。
グッズ販売はない。チェキは取れるよ、二人でこうやって。チェキは取れる。テティありがとう。てかトイレ、お手洗い行ってきてもいい？ちょっとお手洗い行ってくるからみんな待ってて。一瞬だからミュートにするだけでいいか。行ってくるね。やっぽー、なんか一層美人になってる。だってほんと？何が変わった？多分そんなに変わってないんだけど。よかった、王子に可愛く見えてるならいいや。あ、でもリップは確かに前よりもちょっと赤くなってるか。コーヒーさんいらっしゃい。そんなリップ変わったって言われたらちょっとリップ塗っちゃおう。でも今日は何が変わったかって言ったら、珍しくちょびっとだけ酔っ払ってるの。何が変わったかといったらその点が変わってるかもしれない。ちょっと酔っ払ってます。あ、そう、そういうこと。ポギ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 ガヨさん、嬉しい、初めてハートミーありがとう。ちょびっとじゃないだろう。いや、めっちゃちょびっとめっちゃちょびっとだよ。だって顔は、でもお酒を全然飲まなくなってから代謝が良くなったのか顔はすぐ赤くなるんだけど、でも全然大丈夫です。でも酔っ払ってる時に酔っ払ってるふりってできるくない？例えば今めっちゃ普通に、多分こんぐらいの話してる感じだったらめっちゃ普通のライブ配信で話してる感じだと思うんだけど、だけどこれをもっともうちょいベロベロな感じにするとかなったらさ、でもさみたいな、酔っ払っちゃってさみたいな。なんか今日はめっちゃ酔っ払っちゃいましたみたいな、もう酔っ払っちゃいましたとか。何でもできるじゃん。だから全然大丈夫です。なんならゼロに等しいぐらいです。最近はね、そうだね、なんか意外とバタバタしてるけど5月よりは配信結構まめにしてると思う。手が張らなければな、来て。眠そうだって。本当？そんなこともないで。今どれぐらい配信してるんだ。あ、でも1時間ぐらいか。あ、今？あ、今お酒飲んでるよ。でも飲み終わっちゃったけど、ご飯の時にちょっと飲んで帰ってきてから配信するって言ってちょっと飲み始めたぐらいだから、そんな全然、そんなっていうかあんまり飲んでない。時間が組み合わない。今いつさ海外から帰ってくるの？王子は
何食べた？今日はね、イタリアン食べました。とても美味しかったよ。お酒はね、まあなんか強いって言ったらどこからが強いんだって話かもしれないけど、まあ全然なんかある程度みんながお酒に酔って楽しくなるぐらいまではシラフで入れて、みんなが友達とかが結構もう記憶ないかなっていうぐらいの時間帯までは全然通常でいられるぐらい。6日はイベントがあります。26日日本ではなくて、あ、そうなんだ、韓国に行くんだね、いいな。そうだ、ちょっと待ってね、すぐ戻ってくる。上がる C1 とかはまあすごくリアルに話すと、あのギフトの量だねギフトの量とかポイントだね、ポイントで決まります本当遠慮なく全て話してしまったそうなんだけど、量で一気に上がったりする？あ、上がったりする、上がったりする。だからなんか1位取りたいとかっていうのもさ、めちゃめちゃ言いづらいなと思うんだけど。え、日韓ランキングも上がってんだけど。あ、これ12時になったばっかだから上がってんのか。うち日韓ランキング上がったことないんだよね。日韓で100位以内に入ってる、うち今。え、入ってないやっけ。嘘つき、嘘つき。B1 までありがとう。あ、でもなんか1日でもらえるなんかけらが、そのランクが上がるごとに4つのかけらが必要なんだけど、4つのかけらが必要でマックス2なんだよね。マックス2だから、まあ1個のランク上げるのに2日はかかるのかなって感じです。2日はかかるって感じかな。でもまあその、まあ、1日の中でポイントが低いとかけらが0個だったりとか1個だったり2個だったり、そこの変動があるから、まあ毎回こう配信した時にプラス2で抑えられてれば順調にこうランキング上げていけるなっていう感じ。まあ簡潔に話すと、って感じかな。上げていきましょうね、どん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 。この前まで初心者ですだったのにすごいマジ。まあね、まあね、まあね。2軒目、あ、でも2軒目、うん、まあ行くときは誘わ、あでもね、誘われたら全然行くよ。あ、おかえりー。どんぐらいまで配信しようかな。あ、りょうくんありがとう。ごめんね、めっちゃ覚えてる。何時から、ね、今日はちょっと今何時か分かんないんだよな。1時間20分ぐらい前に始めました。え、早っ、12時半なの。じゃあハートが 10K になったら終わりにします。最近始まったの通知来ないんですよね。マジ？うちからじゃあシェア送ろう、王子に。今はハイボール飲んでます。でも今日厳しそうだな、せっかくさ26分の25まで行ったけど。
今日ちょっと厳しそうだよね。オープンチャットとかあったり、あのなんかオープンチャットねないんだよね。個人チャットしかない。なんならなんなら個人チャットしかない。個人チャットっていうかもうほぼそれ、いえもう直接だけどね。ハートが10件になったら今日終わりたいと思います。そう、あと1個だけなんだよね。256分の1、この中ね、このハートのさ、4ハートがあるじゃん、名前があったハートがあって、この真ん中にさ、これ2個、この一番下の段に2個この枠があると思うんだけど、そこのこの真ん中のところのこう時間によってさ、シュッシュって変わってるやつがあるんだけど、それの25分の20、26分の25って出たところをピッて押すと、私が今このライブの中で集めてる目標みたいな感じ、これを絶対達成しなきゃいけないみたいなの、達成できなかったら何みたいなのはないんだけど、まあ、一応この毎回のライブごとにこう目標を決めて配信していこうみたいな感じので、こう、まあ、自動的に設定されるものもあれば自分でこう設定するのもあるんだけど、それで今日設定されてるのがこのやつ で今26個アイテム、26中25個みんなが投げてくれて集まって、でも残りの26個目が、まあ、えげつないやつだから、まあ、あんまり無理はせずって感じなんで、無理してほしくはないなっていうのはあるんだけど、ネイルシンプル推し？あ、でももうね4年ぐらい4年ぐらいもジェルじゃなかったことないから、ネイルしてなかったことないから、もうやりたいデザインとかないんだよね。だからもうずっとシンプルだね、なおさら。特別なのとかないかな、あんまり。ん？誰だ？これ何だろう？ゴンタ？ゲンタ、ゴンタ？ハートミーありがとう、初めて、嬉しい、ありがとう。今爪はスカルプだよ。ゴンタか、ゴンタ初めてだよね。はじめまして。クロリンもいいね、ありがとう。スカルプリエって、よし、ちゃうな。そのスカルプとはちゃうな。ゆうかいらっしゃい。お、あとちょっとで 10K なので、あと少ししたら今日は終わりたいと思います。一人でもお酒、一人だとあんま飲まないかな、あんまり飲まないです。まあ、たまに飲む時もあるけど、毎日晩酌するタイプではないですね。まあ、でも最近は意外と1日2本ぐらいは飲んでるかも、家にいても。ボーナス出たから応援しようよって、そんな大事な時に応援してくれるの、ありがとう。タクシー移動、まあ、タクシーたまに乗りますね、全然距離によるけど。ゴンタありがとう、タップ。ゴンタフォローしてくれた？電車乗るの？乗らなそう？全然、めっちゃ近い時とか乗るよ。フォローしました、ありがとう。ゴンタありがとう、ブレスレット。
何歳で結婚したい？何歳だろう。でもなんか特に、まあ、結婚よりも子供が欲しいから、30までには結婚して子供は欲しいかな。でもそれより早かったら早かったで別に願ったり叶ったりって感じです。より一層綺麗になってるだって。本当に？じゃあ他の人見分けしないでね。あ、相葉さんありがとう。わ、ちょうど 10K になりました。残念、今日はライブゴール最後まで集められなかったので、次の配信でなんとか集められるように。私も配信を全力でしたいと思います。今日はちょっと1時間ちょっとだけだったけど、配信できてとっても楽しかったです。多分明日も夜ぐらいの時間、明日配信すると思うので、ぜひ、ぜひぜひぜひ、明日も配信遊びに来てください。それでは、みんな夜遅いのにありがとね。期待すると思います。王女も待ってます。ありがとう、みんな。ゆっくり休んでね。おやすみなさーい。